はい、こんにちは、なりです。今回もワークインザ UK の企画です。今回はですね、イギリス人、ノンジャパニーズの人との、初対面の挨拶、グリーティングに関して話していこうと思います。はい、前回はですね、イギリスでのですね、働くための CV をですね、書き方とか、どういったマナーとか気をつけたらいいかっていうことを話したんですけども、今回はですね、意外と知られてない、イギリス人、ノンジャパニーズとの、初対面の挨拶のこうマナーだったりとか、あんまりこう知られてないことをですね、イギリス在住、11年なので、実体験に沿ってね、なんかこう伝えればいいかなと思ってます。イギリス、特にロンドンはですね、イギリス人の他にいろんな国籍の方がいますので、それをですね、イギリス人だけじゃなくて、今回はですね、総称してノンジャパニーズっていう言い方でこう進めようと思います。ではですね、このノンジャパニーズの初対面の挨拶についてポイントを言っていこうと思います。今回は大きく分けて3つのポイントになります。まず1つ目、これはですね、笑顔を作ることですね。ノンジャパニーズ、特に、欧米の人はですね、笑顔を作るのがうまいんですよね。特に表情ですね。こう表情を作ることがですね、会話と同じようにこう感情を表現したりとか、顔っていうものが一つのなんか言語になってるんですよね。こう顔でニコってしたりとか、顔をしかめ面にしたりとか、そういうのでですね、感情を表現したりとか、そういった文化なんですよね。僕がですね、イギリスから東京にこう戻った時に気づいたんですけども、東京こう駅前歩いてると、みんな日本人って顔がですね、無表情なんですよ。イギリスで歩いてると結構顔がですね、みんな会話とかしたりとか、一人でも豊かなんですよね。表情がこう笑ったりとか、こう苦め面したりとか。アジア人の特徴って結構なんか顔がですね、こう無表情に見えるんですよね。例えば僕がイギリスのこうロンドンにあるチャイナタウンに行くとですね、結構中華系レストランって割とちょっと不愛想なね、サービスがあったりするんですけど、それにこのね、東京でこう表情がないっていうのに気づいてからは、あ、これは中国人の方は表情をですね、作るのが苦手で、別に不愛想ではなくて、そういう文化で、多分ね、心の内は普通なんだろうなと。なのでこうイギリスで人とですね、挨拶するときは、ぜひこう表情をですね、なかなか難しいんですけど、思い切ってこう笑顔をですね、ニコってこうね、作っていただけると、もうこうスムーズになるのかなって思います。はい、2つ目です。やっぱり握手ですね。これは割と一般的だと思うんですけど、ボディーランゲージというか、こう笑顔に近いことなんですけど、やっぱ体で会話する、表現するということで、特に握手をすると、その人のこうなんかテンションだったりとか、人なりをですね、表現できるんですよね。例えばこうギュッとこう握ってこう両手で掴むと、あ、この方すごくやる気があるとか、熱い方なのかなと。もうカジュアルにこう握ったりすると、あ、気さくでこの話しやすい人なのかなとかですね、そういったですね、人のモチベーションを表現できたりとか、言葉では言えない何かをですね、表現できるので、ちょっと日本人にはね、やっぱ急に握手って意外に難しいんですけど、ぜひ自らこう手を差し伸べてですね、握手していただければと思います。たまにですね、ハグをねする時もあるんですけども、どうしてもやっぱタイミングだったりとか、相手にもよるので、まずはね、握手からするとね、いいなって思います。3つ目です。これはですね、 How do you do を使わない。今はちょっとわからないんですけど、僕らが中学生の頃の時代には、こうまず挨拶の時に How do you do? How do you do? っていうね、なんか同じ言葉を繰り返すっていう、これがもう初対面の挨拶っていう、それをね、英語の教科で学ぶんですけど、これは僕イギリスにもう11年いますけど、一度も聞いたことないですね。あの勉強法はもう何だったのかなっていうぐらい、もしかしたらね、古い文化だったのかもしれないですけど、あんまり使わないですね。そして、よくある Nice to meet you、 これもですね、会う時にはあんまり使わないですね。
もちろん使う時もあるんですけど、この Nice to meet you っていうのは正しくはというか、よく使うのは逆に別れる時なんですね。実はなぜかというと、主語を入れた Nice to meet you は実は It is nice to meet you で、こういきなり会った人に Nice to meet you っていうと、いきなり会って あなたに会えてよかったっていうのはやっぱりなんかちょっとおかしくないですか。なんかこうメールのやり取りをいっぱいしてて、あ、会えました、会えてよかったっていうならわかるんですけど、こういきなり初対面の方にね、こう会えてよかったですっていうのはちょっと違和感やっぱ感じるんですよね。なんでこっちの方は会って話して、まあ、こうね、いろいろ1時間ぐらい話して、で去り際に握手して Nice to meet you、まあ、あなたに会えてよかったですっていうのがまあ自然なんですよね。これをですね、本文にすると It was nice to meet you、まあ、だから過去形で、あなたに会えてよかったです、もっと自然になるんですよね。なので、まあ、もちろんね、挨拶の時にはケースバイケースで言う場合もあるんですけど、挨拶で言ったとしても去り際にですね Nice to meet you っていうと好印象を持たれるんじゃないかなと思います。この3つをね、実践していただければかなり好印象を持たれるんじゃないかなって思います。なのでぜひ実践してみてください。で、1個余談なんですけども、割とね、日本の文化で最初にね、名刺をこう渡すっていう挨拶があるんですけど、こっちではですね、まず出会い頭に名刺交換はしないですね。名刺交換はですね、まあ、特に今の時代はメールのやり取りが多いので、会う前にメールのやり取りをしてるケースがあるので、そういう場合はですね、名刺ももうすでに渡さない時もやっぱ多々ありますね。もし名刺を渡す場合は、これもやっぱり去り際にね、スマートに名刺をこう渡すっていうのが、まあ、こっちのスタンダードかなって思います、まあ、これはね、まあ、その人のタイミングもありますので、会う時に渡すのでもいいんですけど、まあ、いきなり名刺渡されるとこう固まっちゃうんで、どっちかっていうとこっちはですね、カジュアルな入り方が多いんで、フォーマルよりも最初はこうカジュアルにチャットして、で去り際にこう名刺を渡すと、まあ、そんな感じがいいのかなって思います。で、今回はこんな感じでワークインザ UK のグリーティングをお話しました。ではこの動画が良かった方はぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた、さよなら。